どうも、竹谷貴昌です。ハロー、高木です。お久しぶりです。お久しぶりです。1年ぶりですね。はい、某撮影でわざわざ家に来ていただいてということで、久しぶりにお会いしたんですけど、強くなって帰ってきました。1年前だってね、さっき別の撮影でも言ってましたけど、はい、倍増えたんじゃない。そうですね、倍ぐらい増えて。いや、つくな。竹谷貴昌さんに言われた助言とかも結構自分の中で心の中に秘めてることだったんですけど、まあ、そういうのを話しつつ、やっぱ翔さんといえば、ご飯食べるじゃないですか。ああ、多いかもしれないですね。で、カツといえば、たこ焼きじゃないですか。ラーメン食べようと思って。うわぁ、どうした。そこそこそこ。じゃあ、ということで、まずスープ切っていきます。今これ、こちら、こちらに豚肉があります。これです。ありがとうございます。なので、今これをしばいて入れて、ちょっと1時間ぐらいやんなきゃいけないんで、先にね、これをやろうと思います。なるほど。はい、元気です。はい、うん。あ、やろうか。ごめんなさい、ちょっと待ってます。これ、モザイクかけときな。あー、わかりました。家の近くバレるで。ですね。そうか深いやもんな、しかも。あ、そうですよ、深いなんですよ。でも最上階ってそうだな。あ、まあでも仲いい仲いいなんで、まあまあ確かに、ハッキンさんがでもここの立っちゃったら70万前後ぐらいのあれかもしれないみたいな、広さ的に、もし、だから2年満期で済んだ方がいいよって言われて、あ、分かりましたって言って。実際には実際は万ですね。ああ、全然間違ってるやん。そうそうそう、間違いないんじゃない。あ、じゃあこれ入れ、お願いします。入れますね。はい、あ、全部入れますね。あ、どうぞ。ありがとうございます。はい。これは何ラーメンなんですか。これは家系をイメージしました。おお、はい、でも家系はイメージよくわかんないですけど、ほうれん草が入ってれば家系かなと思ってほうれん草が入った家のラーメンは家系だと思ってるので、家系。確かに、ほうれん草が入ってる家系ラーメンにしか見たことないもんね。あ、そうですよね。なので、このトレガラをもう、あ、大丈夫です。これぐらいかね。すごい、ちゃんと無添加のやつ買ってるんや。あ、一応見る。あ、だから一応無課金、無課金で。あ、なんででかい。はい、じゃあこれちょっと茹でて待ってますか。はい、これ1時間って言ってましたけど、ちょっと何待って。ここで待機で、はい、それ言っていいよ。はい、待機で。やったー切り裂き、絵師っぽいよね。あ、そうなんですか。だから撮影の仕方が、あー、天才型の人の撮影の仕方やな。いやいや、あとクリエイターの人にも桐崎くんと似てるよねみたいな。あ、やっぱそう、うん、うん、なんかもうガチャガチャってやっても、うん、あ、そうです。それが逆にむしろ味が出てくる。ああ、で、しかもだって桐崎さんって同じ高専出身なんですよね。高専出身か、そうそう、かつ同い年っていう、やっぱちょっと高専は見るところがあるんですよ。だってちょっとネジがなんか飛んでっていうか。コンドットともね、同い年よ。あ、コンドットと同い年ですけど、コンドットはやっぱ青と分かるんですけど、学生時代この方です。あー、もう一番、はい、ピラミッドで言ったら、カッツがここやったってこと。いやいや、まあコンドットとかね。コンドットなのか。はい、違う、バナナじゃないんだよ。そっち見ろ。ゴリゴリゴリ、こう見えて30超えてるんですよ。おー、やめとけやめとけ。いや、そう、めっちゃ本当にマジで、その若さの秘訣っていうか、何なんだろうみたいな。生き血を吸う。人の生き血を吸う。で、そう、ここら辺が伸びてです。あ、じゃあ、可愛い子からの DM 待ってます。生き血。だってほんまにね、DM で付き合ったもんな。いや、そう。タコなの？タコなんで。ラーメンタコなんや。はい。仙台の方ってそういうのあんの。いや、僕の文化です。すげえ。うわ、すごい。めっちゃいい匂い。本格的。なんかすごいラーメンみたいな匂いする。いや、ラーメン作っとんねん。あ、そっかそっかそっか、完成ですね。完成だ。いやいや、もう、わあ、すごい。すごい。いいですね。いいですね、これ。あ、いやいやいや。これ出かけにさったらニヤつくな、お前。ニヤつくな、お前。切れるやつがあるんです。出かけにさっていつもいじってますね。デカキさん、あんま会ったことないから。同じ事務所やったけど、元々首絞め…あ、前日までしてる。そう、首絞めると怒るんですよ。いや、そりゃそうやろ。あ、そうか色薄い。いや、こっからでもあれですよ、醤油とか入れるんで。あ、あれあれ、辛めみたいなやつやんな。あ、辛めってなんでしたっけ。油か、にんにく、しな。あ、辛め。こちらでございます。逆だ、器逆なんですか。
逆ナンされたことあります？逆ナンされたことは、まあ、YouTube 始めてからだったらあるかも。やばっ。どうやってされますか？どうやってされますか？この後飲みに行きませんか、うん、みたいな。え、何回行きました？何回行きました？1回も行けないあ、そうか、そうか、そうか、あ、そうか、そうか、逆ナンされたら1回行って、1回行って、逆 DM だもんな。そうされました。おーおー、麺屋が認めたお前厚切りになって餅豚チャーシュー買っとるやん。あれは麺屋が、おー、そうそう、餅豚ですよ。餅豚感、餅豚感ですよ。あれはどうすんねん。あれはあれ後で食べます。あれ僕、でも足上げて、あの足あ締めながら足を振り切るってやつ。すごい、何をしてる器に移して、器から鍋に移しただけやけど、あ、すごい、すごい、すごい、この工程で何が変わった？味変わった？あ、すごい、空気触れさすみたいな。で、これは今ラーメンの汁を作ったんですよ。だから今からラーメンの汁を入れます。うん、あ、もうできてるやつか。しかもこれライフなんですけど、うん、光ってるな。あ、そう、でもライフポイントマックスですよ、これ。何これ、スマイルライフって書いてる。はい、ずっと何も当てんないって顔してます。にやつくな、お前。はい、美味しい。え、美味しそうじゃないですか。あー、でもね、こういう出来合いというか、最初からね、完成されたもので一番美味しいですから。うん、え、これでちょっと待って、ラーメン作る時ってこんな音する？なんか肉焼いてるみたいな音してるけど、今。いや、しずる感が大事なんですね。え、汁物であんな音するっけ。いや、そうか、あれ、こんな音しましたっけ。なんか、カルメ焼きかなんか作ってる。いや、まあ、実は、理科の実験。はい、人体の近い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 、何やってる。300m です、希釈。ここはじゃあ隣で焼いてます。焼くねは。え、麺とか入れてていいってこと？あ、そっか、麺、あ、もう入れてますか。タコは？あ、あの、違う、違う。近い近い近い。はい。匂いが。いいっすか？インスタントラーメンの匂いする。いや、ダメじゃないですか。あれだけ、たまたま。じゃあマジで言って、マジで言って。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、いいっすよ。美味しそうですね。美味しそうではあるよ。はい。結果一番美味しいからね。インスタントラーメンと。そういえばあれやで。はい。この前仙台行きましたよ。え、何しに行ったんですか？カッツーがさ、なんか仙台まで牛タン食べに行くみたいなことを思ってたよ。はい。なんかそれで俺も牛タン食べに行くために仙台まで行った。え、どうでした？あの、有名な、何やったかな、なんか一助みたいな、なんか助け牛、あ、助け、はい、牛タン発祥の、あ、そう、助けですね、みたいなとこに行った。え、どうでした？助けでした？すごい助けでした。あー、その時初めてでしたか？仙台に行くのが、はい、初めてだった。あ、じゃあでも、トンボ帰りだったね。トンボ帰り、うん、ああ、行ってそのまま帰ったから。ミックスタイプ、どうも。うん、彼女ができたらご飯作ってますか？え、俺本当にあのご飯料理するタイプ。あ、いいですね。うん、刺身の昆布締めとか作るの好き。え、刺身の昆布締め？昆布締め。え、それあれ、旅館とかで出るやつじゃないですか？え、なんかそう、なんかお寿司がすごい好きで、こういうことしたりとかしてるから。え、すごいな。え、何作ったら持てるのかな？オムライスですね。あ、でも良さそうじゃないですか。いいね。え、でもオムライスでもあれじゃない、上に何を書くかでなんか決まるくない？ああ、いや、でも なんて書くの？アーニャ。もういいんじゃないかな。いいっすね。こんなもんじゃないですか。あ、オッケーです。あ、汁がもうなんか終わってきてますね。終わり。いましたよ。うわ、トロトロやな。いいですね、スープ。いや、家系なので。え、うまそう。もう家系ですよ、これ。ちょっと待って。え、本当に家系。家、家なんかもう あんかけそばみたいな。いやいやいや、そんなことありますよ。だからさ、なんでこんな肉焼いたみたいなことなの。ジューって言ってるよね、確実に。いや、まあ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 、あの油引いてるよな。いやいや、まあ衛生なるなんで。そっか、メンマと。ほうれん草、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 ほうれん草。あとチャーシューか。はい。それいた、え、はい、やっためた。あ、なんかこう、そういう、なんやろな、はい、愛じゃない。ああ、いいかな。はい、じゃあ完成しました。わ、ちょっとすごいね。普通にちゃんと、そうそう。うわ、めっちゃ、うん、普通にまずそうだね。そうですね、うん、食べます。近い近い近い。さあ、食品サンプル大先輩に。やったー。うん、見てる。はい、こっち見てる。はい、普通こういうラーメン運ぶときってすごい気付けるやんか。はいはいはい、こぼれへんやんさ。はい、うん、食品サンプルみたい。食品サンプルみたい。
あぶねー。よし、お願いします。じゃあ、いただきます。いただきます。うわ、こんなシェハピするもんやったっけ。いや、ラーメンハピ。箸どうですか。あ、取り皿、取り皿こっちで、じゃあ、都度。あー、なるほど、なるほど。お願いします。いろいろありますもんね。はい、ポールです。オーレスト。いただきます。すまん。え、どうなの、感想しに行く。え、はい、せーの。意外とうまい。マジで意外とうまいね。ちょっと、まあまあ、あ、でもなんか汁返せばうまいんじゃないですか。だって今の汁なしでうまいって2人言ってる。いや、そう、汁なし担々麺ですよ。そうか、担々麺みたいな感覚の2人ってことか。あれ、汁なくなったんだよ、なんか。あれあ、つったまあ、で、言ってる意味は意外と、まあ、意外と。終わりでーす。にやつくな、お前。にやつくな、お前。あ、でも、すする TV に評価してほしいな。いやー、これ、そう、そう、ってやりますよ、多分。うそー。ほらー。にやつくな、お前。なんかもう、次、はい、YTFF 行った時に思ったんですけど、うん、みんな女性ファン多いんすよね。あー、あの、すごく思ったのが、うん、ここから先は女性ファンを獲得しないと無理だと思うんですよ。うん、まあ、なんかレペゼンさんとかも男ファンが多いとはいえ、でも熱狂的に女性ファンがいた上で成り立ってるみたいな、うん、なんか割合はもう変える人はないと思うんですけど、うん、なんか女子受けをするような動画ではないけど、女子も別に入ってくれる動画にしないと、なんかちょっと天井に来ちゃうかなっていう。あのね、女性ファン多そうって言ってたやんか、実は男性ファンになっちゃってきてて、っていうのが、そのカッツと逆かも。俺は身だしなみをちゃんと整えたよね。服とかもめっちゃ気をつけるし、部屋とかもちゃんと入れるし、そういうプロの人に頼んでもらうし、で、そういうことしたらちゃんと女性ファンがついてくるけど、ネタは男性向けに振り切ったよ。そう、だからそこでいいバランスが取れてるんかなって。ネタは男の子が好きやけど、ネタビジュアルを好きでいてくれる女の子がおるから、うん、っていうので俺今ねマジでファンファン。何？それがいいですね、結構。なんかそのキャラが多分その決定的な違いって、歌とかをやった時に集まる人がいるかどうか問題。あー、人集めれるかどうか。そう、うん、あのリアルの集客がすごいなって集まる思ったんですよ。あ、自分その光線がどうとかっていうようなキャラのままでいると、なるほどなるほど、多分コミックみたいな。何をしたいかによるんじゃない。俺は音楽をやりたかったから音楽で人を集めたいと思ったけど、かつ音楽をやりたいわけじゃないやん。まあでも流血とかで多分ですね。流血系とかの仮になんか登壇するときに、他の出演者のために来たっていうのももちろんそうですけど、自分を選んでくれたっていう人も欲しいなって。あ、カッツを見に来たっていう人が多い方がいいってこと。そのチケットのやっぱさ、おっしゃる誰のために来ましたか。ああ、で後で裏でスタッフでカッツさんのあれ多かったですって言われたりとか。そうそう、それがなんか正当にやるのは多分それってもちろん面白いことを極めつつもって感じですね。プラスアルファでやっていく人は来年あるかなっていう直してました。なるほどなるほど、うん、あ、でもそこを考えてる時点でなんか2023年すごい変わりそう。お、もっと1年ぶりにあったのが、1年ぶりにあったのが、なんかさらに考え方とかすごい、なんか俺が言っていいか分からんけど、なんかしっかりされてたから、にやつくな、お前。それをなんか理解してるだけで全然違うかなっていう。うん、もう他の方が悩むことじゃないというか、他の方はキャーがちゃんと合ってくれるから、うん、あのいいことだと思うんですけど、こんな俺でいいんだろう、いいのかなみたいなところから始まってるんですよね。人員の方みたいな。あ、なるほどなるほど。結構ファン層ってその人の人柄で変わってくるから、うんうんうん、なんて言ったらいいんだろうな。塩顔が超好きな人とか多いやんか、うん、例えば、ね、水たまりとか、あ、文慶くんとかが好きな人って俺のことは全然好きじゃない。へえ。なんかちょっと見た目がギラついてる風に思われてる感じ。塩顔とかの中でもまたいろいろありますもんね。そうそっか、確かに。俺は本当に派手な感じの女の子に好かれるから、それぞれ女の子でも好きな系統があるから、絶対にカッツのこと好きなその系統の女の子もおるから。僕が今の時点で、ファンでいてくれる女性、何かしらで会ったことがあったんですけど、他に見てるチャンネル、油粘土マンさんと、どうありさんって言ってましたね。
わかるよ。結構マットというか、そのネットミーム系、あの、まあ、ブライアンさんみたいな。ああ、そうなんですか。そうそう、なあの、ほんとボーボンみたいな感覚っていうんですか。なるほど、なるほど。っていう解釈で、いや、あれおもろいよねみたいな言われて、ちょっと同じなのはちょっと違うかなと思ったんだけど、その登録者多分それだとマックス40万ぐらいかなと思ったんだけど、実際そうなんですよ、そのあれが。ああ、多分超えることがないから、うまいことだなって思ったんですね。でもそれ以外で、うん、なんかこう俺のファンの女性の方ってこういう系統多いよねみたいな、ちょっとガチ恋っぽくて。あ、自分ですか。うん、自分ガチ恋はない。終わりでー。え、中でもちょっとでもなんかおらん。あ、でも今なんかメンションなんかしてくれる人とかはどういう系統が。ああ、でも結構ウーム系のクリエイターが好きみたいな人ですかね。なんか人気者が箱推しみたいなってこと。そうかもしれない。みたいな、そのプロ野球選手っていうタイガースで。ああ、そうそう。ああ、僕のこと多分好きじゃねえけど、コムドットとコラボしてたから名称してるみたいな。ああ、見ると自分のことフォローしない。でもそこは機会、そこでフォローにまでしてもらったらまた変わるかなっていう。そこからいかに自分の魅力を伝えるかみたいな。うん、でもカッツすごい整った顔してるから。ニヤつくな。なんだよね。晴れます、しっかり、ね、パンも晴れます。変わってない。で、やったところで多分変わりすぎると痛い。まあ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 ね、変われないですけど、痛いか、その微妙なラインをちょっと難しいにして、はい、俺の中でちょっとあの捨てハゲ、ああキレーってそうそうそう、の感じもしてるから、あの捨てハゲくんはほんま完全に男受けやもんね。そうですね、あれを完全男のマックストロークさん20万ちょいっていうのがやっぱ最近見ても分かるんだよね。でもなんで俺がさ男性向けに振り切ったかっていうと、うん、再生数って男性の方が取れるんや。っていうか、離脱がない、うんうんうん、長期間見てくれる。女の人って割とこう移り変わりがハワイか早いから、うんうんうん、この人って今好きって言ってるけど、一昔前に言ったらじゃあ誠が好きとか、うん、チョコスンが好きとか、そういうことの繰り返しなんだよ。だからこそそれは怖いなって思ったから、俺は男性ファンを獲得するために動画の内容を男性向けにしてる。けど女性ファンもちゃんといてほしいし、うん、イベントでも人が来てほしいから、うん、きちんと重くなってるし、きちんと見出しなりゃと思ってるとか。あ、じゃあ両方のいいところは今取れてる、うん、この前イベントした時に結構人が来てくれたから、うんうんうん、っていう感じかな、やり方としては、うん、あんま変わりすぎてほしくないけどね。カップスっぽさは絶対残してる。俺のまま、か内容はずっと同じ。内容はちょっとでもチャレンジ系というか、あのもうブレイキングダウンでやるかって誰かと戦ってもいいし、ここは間接的に頑張ってるとこ見せられる。なるほどなるほど。とかはまあちょっと考えていけど、まあまだボタンですとかいろいろあります。なんとなくやけど、うん、はじめ社長にもある気する、なんとなく。うん、あ、でもはじめ社長はすごいな、ね、身だしなみちゃんとしてるタイプ。あとめちゃめちゃかっこいい、身長もあるしバスケできる。ああ、うん、はじめ生の方がかっこいいやね。そうですね、うん、え、年3個くらい下ですか。もう下、うん、いいね。もっとバケモンじゃないですか。いやいやいや、美容とかなんかいいのあります？今オールインワンなんとかしかなくてです。なんかね、韓国系の化粧水みたいな、なんか新大久保かなんかやったかな、うん、なんか一回アンジャッシュの小島さんとそこロケに行って、うん、その時になんかもう無添加の何も入ってない化粧水みたいなのをなんかこう試しにやったらすごいそれがあって。何？で、なくなったら東京やから、あのマネージャーさんに買ってくださいって言って郵送で送ってもらってる。へえ、いいですね。っていうのは使ってるかな。うんうん、あの福島の桃みたいな感じで。そういうこと。継続は力なりということで、2023年も毎日動画投稿していきます。今2年連続ですもんね。2年連続は。で、なんか毎年おなじみのものを作りたいなっていうのは思ってて、あ、この季節になったからこの番組あるみたいな、はいはい、例えば年末にガキつかのああいうのがあるとか、例えば東海オンエアやったらその寝たら即帰宅みたいな、うんうん、そういうものは作りたいなと思ってて、そのフェスやってんねんけど、そのフェスをちゃんと毎年開催したい。それやってる理由が、うん、結構飲食の動画多いやんか、はい、だからそのフェスとかって飲食店をこう誘致して屋台とか出したりしてるやんか、うんうんうん、で大阪でやってるやん。だから地元を盛り上げるプラス音楽もやってる、で飲食店ともすごいつながりがあるから、飲食店もちゃんと誘致して、この3つを全部いいように活かせればなと思って毎年フェスは。いや、いいですね。自分も
本当にこのなんだ今のジャンルからじゃ想像できないかもしれないですけど、その仙台大きい公園があるんですけど、うん、京都大公園ってとかあって、うん、そこでカスフェスっていうのをやりたいんですよ。なんかあの24時間テレビって各地ちょっと大きい広場で中継するじゃないですか、うんうんうん、であの時多分大阪とかでも撮ると思うんですけど、うんうんうん、そういうところででっかいブースがあって、うん、そのあの宮城の各地の牡蠣とかが食べれる、うん、そのなんか四季折々のイベントがあるみたいな、そのブースを使って自分もなんか YouTuber とか自分が関わったクリエイターを集めてイベントやるみたいなのはやりたいですね。いいね。でもそれはちょっと熱いというか、ぜひ、うん、やってください。でもぜひだから それこそまたそれぞれで勝者だったらもうなんかイケメン企画でもいいかもしれないし、あー女装がどっちが女装かみたいなオールマグマスクですかそれぞれの特性を生かした企画をポケモン勝負、僕バラ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 その新しい力というか、お金は分からない、あるか分からないかもしれないですけど、パワーみたいな、若い人のはそうやって底上げしていきたいなっていう気持ちじゃないですか。ちょっと時代の変わり目やね。そうですね。だって今までそれでテレビやってたことが本当にこれきっかけで5年後とかそのね、うん、発売の時にしてるケースがめちゃくちゃでかくなってる可能性の方が大きいよね。なんか今その登録者がどうとかっていうのをもちろんやった先に、うん、もちろん登録そのために登録者増やすっていうのがあるんですけど、うん、そういうのやった先にそういう姿で立ってる自分をイメージするとちょっと幸せです。いやでも結果地元でもう一回恩返しできるってなんかすごい幸せよ。ああもうあのそういうのはじゃあ帰ってよみたいな、あそういうのでやってきましたよっていうので、まあ一回自分のいいとこまでキャリアを。じゃあがむしゃらにやってるね、なんかこう勢いの YouTuber よりそういう風に考えてる人の方が長続きしそう、勝手なイメージだけど、うんうん、最後はでも人の幸せを望むようになれば幸せですね。いやそう本当にそれって回り回って結局自分に返ってくるから、ね、うん、人の幸せを願ったらだからまずは自分が幸せになりきらないとってことで持てなきゃいけないんですよ。なるほど。よしってことで今年はあの翔さんもあの僕の活躍見てください。ああもう、はい、見届けてください。また1年後コラボしましょう。ああこうなったな、あのここで勝也どうこうなったんだなみたいな。確かに勝也はこう立ち回るんだなみたいな。いやこれ1年後しごとってちょっと面白いかも。ああいいですね、あの変化を知れる。そう、はいはいはい、互いの変化を知れるというか、うん、俺にとっても多分勝也にとっても多分2022年、うん、結構躍進の年だったと思う。いやそうです、俺も今年一番数字良かったよ実は。いや本当ですか。そういやもうでアニソンも決まって今年のシーンも出れたし、いいことがめちゃくちゃ多かったから、なんかね、1年後またそうやって言えてたらいいよね。そうですね。すぐ200万いったみたいな。いやつくな、お前。日焼けさん、またアニソン、あれ、映画の主題が決まったんですかぐらいの、なんか、そうですよね。ことをね、1年後みたいね。やっぱり、クリエイター、こういうのやっぱ、あのいろんな人に話しても、みんな、いや、でもできないって、まあ、やっぱりまだ言われることは多いですけど、うん、俺はまだ諦めないで。自分は何考えてるか分かんないからそれは無理だろうって言われますけど、なんだかんだそのうち5個ぐらい1個ぐらい本当に成功したらいいかなぐらいで、まあね、まあうまいこと、うん、言うことに意味があるからね。いやなんかそれできるよ。さあ、はい、私は食べ終わりました。ラストいきます。やったー。うん、かっこいいっすよ。いやもう苦し紛れですよ。今の美味しいっていうやつも美味しいね。形は美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラーメンでした。でも時間経つと。そうだね。こんななんか時間経過によって味変わるラーメン初めてなんですよ。七変化的なラーメンなので、皆さんもし美味しいなと思った方はグッドボタン。美味しいなと思った方って言ったら多分あれやと思う。グッドボタン2つしか使ってない。ここしか美味しいです。いやでも、まあでも美味しくなそうだなと思った方はチャンネル登録。ああ、さすがに。うん、食う。いやいやいや、まあ強欲なとこなので。ああ、いや、そうなんですよ。いやでも強欲な研究家なツボで。なるほど。はい。はい、俺でーす。ごちそうさまでした。じゃあまた1年後。